ねえ、ここね、鍵かかったでしょ、ここはかかってるね、ここかかってる、かかってる、鍵かかってる、見てくる、ここね、ここ踏んでたら出れます。まあドアはまだ赤なんだけど出れます。やればいいんでしょう、消さない、はい、もっとしっかり働くといい。はい、皆さんこんにちは。今日初めてのウィザトリの配信となりますけれども、まあいろいろ動画見てて、まあ最近ですね、三丁目の鉄門通り、まあというところなんだけども、自分がね、結構難しい謎解きかなと思ってたところですね、もう要は閉じ込められて、まあ要は前進不能と、もうゲーム進めないというところで、まあ他の動画、YouTube とかもちょっと見たんだけども、そういう問題あって、自分ですね、もう要はこの地図のここです。ここに入って、ドアが閉じ込まれて、実際ですね、今自分はもうクリアしたんだけども、自分も当時はですね、もうここ怪獣いっぱい当てて、どういう風に出るかもうわかんなくて、しかも物は持てない。外出れるやつ、あれはもう持てなくて、まあもうここでね、怪獣一匹でね、まあもう、殺されてもいいかなと思ってたらね、実際ここにいてたら、ここ仕掛けがあって、踏んでたらね、まあこの鍵がね、まだ開くんですよ。まあ今日はまあもう一度ね、まあ事故現場に、もう一回行って、まあどういうふうに、まあこのドアをね、開けるか。実際あの時ですね、もうかなり、ここに入る時ですね、かなり体力を持たないといけない。なぜかというと、この中に怪獣が多分ね、もう対戦相手がおそらく6から7ぐらいいるんですよ。まあ、結構皆さんも考える時間もなくて、ここに何があるというのも多分気づかないよね。だから閉じ込まれてるんじゃないか。もう外出ても結局入れないし、水が流れてくるんで、もちろんもう閉じ込まれてるような状態です。ここ行かないといけない。じゃあ今日は、まあちょっと、今ねですね、まあ事故現場に、まあ今、一回ね、まあ行きたいと思います。あ、行けましたね。まあダメだったら、まあカットしますんで。まあできれば怪獣を、怪獣を出会わないように、まあしていきたい。まあどう言ったらいいかな。まあ、一応簡単なルートだったら、まあここから入った方がいいよね。うん、ここから入った方が、まあいいかなと思います。あ、ちょっと抜け、ちょっと抜ける、あー抜ける、あーよかった。まあちょっとね、バイオハザードのなんか感じもね、まあしますけど、結構楽しいですよこれ。あーでもね、中にいっぱい怪獣いるかもな。まあちょっとこれも怖いけど、まあでも自分はまあ大丈夫。まあとりあえず前進していきます。ここやな。どこから入ったらいいかな。やっぱり、ああ、これな。うん、まあ、だいたいわかりました。はい。まあ一応ね、今ですね、水が止めれるんで、まあ問題は、まあないんですけども。はい。まあちょっとね、進みますね。なんかちょっと遅いな。まあここもカットやな。あ。自分の携帯も敵、うわ、どこそこだ。あ、ちょっとやばい。あんまり出会わたくないんだけど。なんか通信不能の時もめちゃくちゃ向こう早いからね。リスク取っていく。こんな感じでもうめちゃくちゃ楽しい。あー、これちょっと誰？あ、ここ通らないか。まあ向こう多分来ないと思うんですよね。まあここから入るんだけどね。まあここから入ります。まあこれ見ても意味ないから、まあここももっと細かくね。まあ見といた方がいいかな。ごめんなさいね。ちょっと
ちょっと画像が、まあこんな方が、まあ見た方が、まあ、ああまあ来てないんでいいかな。これね、これね、これだったら俺が絶対出れないでしょ。まあ要はここで流されるんですよ。まあ今ですね、まああの一応これができるんで、まああの簡単に今はできますよ。今はできます。ただあの要は次のステージクリアしないとこれができない技なんで、もう要はここ水流れてきて閉じ込まれるというような状態にもなります。はい、まあとりあえずまああの現場にね、まあ行きましょう。要はここが水が来てて、まあ閉じ込められるっていう、もうここから出ても、もう入れないんですよ。もうここもね、あの出口がないし。ここ入ったら、まあいっぱいね、トカゲあります。いっぱいトカゲあります。あ、ねえ、ここ、ね、鍵かかったでしょ？これ、鍵かかったでしょ？これね、めちゃくちゃやばいっすよ。めちゃくちゃ やりたくない。でですけどね、まあ、あーこれがちょっと抜けれるかな。ねえ皆さん見てく見て、このドアがかかってますよね。このドアがかかってます。はい。一応ね、俺外出てもまあ水がね入ってるから、まあ普通皆さん家やるんですよね。まあその中にも人多いんですよ。めっちゃ多いんで、うわ、もうかな。任せてもらおう。大いなる精霊たちよ。殲滅せよ。これでも食らえ。敵を弱体化させ。ああまあまあまあいいでしょうね。任せてもらおう。大いなる精霊たち。まあ一応説明だけなんで、まあ攻略ではないから、まあとりあえずもう早くもう消えてくれ。はい、まあこの絵もいいな。まあこれも入れときます。いいものが入ってるのにな。あ、まだ宝箱だから、この魔術師ですね、めっちゃなんか同族みたいに、まあ結構ね技術高いよね。あ、ちょっとやばい。あ、これはまだいいんだけど、あ、ちょっと体力がない。ちょっと体力がない。やばい。さすがにもうないだろう。もう要は前回の状態は、ここはかかってるね。ここかかってる。かかってる。鍵かかってる。ね。どうすれば進むか。っていうのが、まあ実際もう要はこんな状態なんですよ。要は最初自分初見の時に、こんな状態でいろんなトカゲあってて、まずですね、自分何をやったかというと、ここから脱出する。要は体力もないからね、 MP もあんまりなくて、どうしようどうしようと思ってたら、とりあえずここ脱出して、もう水もあって、もう逆らえないから、じゃあ逃げれない、じゃあここしかないじゃん、まあみたいな。一応ね、6匹のトカゲ全部とりあえずギリギリで戦って、あとね主人公はもう血がね、もう2桁しかなくて、どうすればいいんだということで、中にもうしょうがなくて中に入ったんですよ。ちょうどここに仕掛けが分かったんで、まあここでねトカゲと遭遇したんだけども、その時ですね、何をやるかというと逃げる。逃げてからオートの動きね、まあすれば逃げれるんですよ。まあ今回逃げれるかどうか分かりませんけども、一応この仕掛けですね、まあ見せます。はい、これはさすがにもうないだろう。なんかね、中になんかね、ありそうですよ。
もうないの？あ、ここね、ここに仕掛けあるんですよ。ここは宝物あるんだけども、見てください、ここね、ここ踏んでたら出れます。まあドアまだ赤なんだけど出れます。そういう風にやればいいです。はい、ということで終了です。まあ他は動画出すかどうか分かりませんけども、とりあえずこんな感じで、まあなかなかね、まあ、あの通信環境悪いんで、まあちょっとね、まあたまたま、まあ出すかもしれません。はい、まあということで終了です。今日はでした。また次の動画でまた会いましょう。バイバイ。